皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月16日、20時53分、この間インターネットでですね、バスケットボールの賭博に関して、まあ、賭け事ができるようなものを見かけました。では、それが日本のバスケットボール関係のものなのか、海外のその、バスケットボールのことなのかまではちょっと特に調べようともしてなかったので、深くこう扱おうとも思わなかったので、そのまますぐ降り、一瞬そういう画面を見かけたので、まあ、その時瞬間的には昔日本のサッカー界でも、そのサッカーの勝ち負けでギャンブルができてたんですよ。で、それはもうダメだっていうことになってなくなったはずなんですね。その販売する場所とかのはずだと思うんですよ。逆になってます、広がってます、ギャンブル関係。昔のそのサッカーに関してもお金が回らないっていうことで、そのギャンブルまでついに手を出したと。まあそういうような形で国会でも言われてましたね。で、テレビの放送でも、随分と、厳しい方向からお叱りを受けてましたね。だから、今だからバスケットボール関係者もあれ、どうなんですかね、日本なんですかね、日本のバスケットボールのチームで掛け事、オッズパークとかああいうものが出来上がってそうなってしまったんですかね。人口ずっと減っていってるのに生まれてきてる人の数が、私が1977年生まれですけども、それ以前の頃から、人口が縮小傾向にあって、で、僕が生まれた頃と比べたら今男性と女性の生まれてきてる人の数がだいたい半減ぐらいですね。なのにしてることが逆になってる。エネルギーの残存量問題とかも考えたら、まあオートレースだとかボートレースなんてものはいらないでしょうし、燃料を消費しますから。あと、やっぱり、怪我する人多いですね、オートレースの方は。今でも本当にしてるかどうかわからないんですけど。まあちょっとね、その辺のところ、その、国会議員の方たちも含めて、なぜこういうふうな事態になってるのかっていうことを、まあしっかりとテレビで説明していただきたいですね。まあ僕はギャンブル賭け事は嫌いな方なので、基本的に国会議員の人たちもそうだと思うんですよ。手堅く物事を進めなかったら危ないっていう。ちょっとまた、ちょっと心が割れそうにな、一緒になったので、ちょっとまあ、今の時刻はこういう時刻で、まあ、今日買い物行って帰り、まあだいぶ雷が鳴っていて、まあ空が光ってと。一応まあ買い物行って家帰ってからですね、雨が降り始めたの。まあ雷の方は、まあほどほどの時間から、帰りしなぐらいから、ちょっと一瞬、あ、今光ったなっていうところから、まあ、本格的に家の中にいてから、雨が降ってるような状態ですね。だからその辺のところは国会議員の人とかも動画見ていたら本当はわかるでしょうし、で誰かはそのサイバー攻撃か何かで、その説明のところ僕は喋ってなくてもそうだから、だからあの人たちは見てますよっていう話をなぜすんなりと受け入れられないの か、 だからそこで文字削除とかしたり、それを指示した人たち見られてますよ、あの世の人たちから。とりあえずその自分たちから、その行政だろうが何だろうがね、公務員だろうが、その権力者という立場になっただろうが、していいことと悪いことの区別ってつくじゃないですか。でそれをあの世の人たちが見てるっていうのを常に心の中のどっかに持っておいてもらえないですか。
その以前の件に関して、まあ、佳子さまや皇室の方たちや国会議員の方たちやマスコミのまとも側の人たちへのメッセージのところで、1から10というような形で、まあ、3月ぐらいだったと思うんですけども、2月だったかもしれません。1日で複数の動画を撮影していて、まあ、1から10までになったところで、またそういったところは、もう日付を後ろに落ち込むような形にしたんですけども、喋ってる時のその内容で天気がどうなってるかを見た方が早いですよ。その方が現実わかりやすいです。で、それを言ったからどうこうだけでもないっていうことは、もう見たらわかるじゃないですか。この天の届きとか、さっきも小さい雷音とか聞こえてると思うんですよ。まあ、先ほど撮影してた動画は別であってお知らせしておきますけども、まあ、こういう状態で、まあ、さっきは雷がすごく空が光っていた状態ですね。だからまあ、その時の動画で僕は喋ってる内容に関しても、宇垣美里らしき人物が岡場駅の横ですれ違って、で、正直僕が心の中で思ったのは、これわからんわって思いました。それはマスクしてるもんそうですし、髪型的にもそうですし、以前とだいぶ違うっていう部分と、何回か見かけたことあるなと。その、とっさに急にこう横切られても、能登半島の件とか聞こうと思っても聞けないですから、家帰ってきてからですね、まあまあ、その、こう話しかける気にならないっていう、こちらがこう深く落ち込んでるっていう状態、もう何もかもがこう嫌気がさしてるっていう状態の時に。一応前日とかから、誕生日とか確認してたんですよ。ああ、もしかしたらこの日に横通り過ぎるかもしれないな、ちょっとだけは考えてたんですけども、買い物してる時とか、まあ、バスロータリーのその工事がちょっと気になって、まあ、余計な工事をしてましたから、まあ、そういうことをいろいろ考えながら歩いていて、横すれ違っても急にこう声かけれるかって言ったら、まず声かけるときに何を話したいかが決まってなかったら、で、その瞬間現れたときにその内容とか頭の中思い浮かぶかって言ったら思い浮かばないですから、まあ動画の内容を分けといた方がいいような気もするんですけど、まあまあ、バスケットボール関係の、その賭博に関してインターネット上で見かけましたので、もうそういったものやめた方がいいと思います。海外でされてる国あります？ギャンブル関係から少なくしていたらいいんですよ。ギャンブル関係からじゃないですね。世の中のそのエネルギーの残存量問題でね、余計だと思われるもの、もう全部なくしていったらいいんですよ。以上です。あ、一応、まあ、皆さんチャンネル登録と着信通知の設定と、あと、身の回りの方に、あ、青井さんの動画見といた方がいいよと、チャンネル登録しておいた方がいいよというようなことを、投げかけていただけると助かります。能登半島の地震については、ここ2024年の、1月1日に本当に発生したと思ってしまった方ですから、未来からの時間軸の声がけで、1月の20日から30日の間にかけて、いろんな人たちの動画に、未来からの心の声で、能登半島で地震が発生してるっていうことを伝えてたんですね。これ最悪、そのテレビの放送の仕方、この意地悪な放送の仕方ね、これやめてもらえなかったら、僕の言った内容、2024年1月1日の、16時過ぎに地震が発生しますっていうことを言ってるのに、
本当はその映像は以前のものであって、現地の人たちにもし届いている言葉、あらかじめ、その内容を聞いていた人たちは、あいつは嘘つきだと。その時間だって聞いてたから、我々は家にいたんだと。それでお亡くなりになられてた方たちがいたかもしれない。まず話すとしたらその辺のところからまず話すべきだったんでしょうね、今日。うん、その大垣美里さんの件について。まあ、それはそれで動画、撮影しておきます。以上です。むちゃくちゃですよ、この世の中。2023年の5月5日の動画で、能登半島の大地震の、動画もありましたし、他の動画でも海外で作られている人たちの動画で、能登半島の地震2024年1月1日っていうことにもなってますから、もうその動画の中の映像も見たことある映像でしたから、正直もう何年前かわからない。以上です。